こんにちは、クラブヒッターのたけちゃんです。今日から、YouTube を始めるということなんですけど、記念すべき第1回は、ボールについて紹介しようと思います。早速なんですが、皆さんどういったボールをお使いでしょうか。例えばこちらが、ディスタンス系のボールであります。でこちらがスピン系のボールと言われます。そもそも皆さんスピン系とディスタンス系ってご存知でしょうか。まずこのディスタンス系というのは中心部のコアが柔らかくて外のカバーが硬いものでございます。逆にスピン系のボールというのはコアが硬くなって外回りのカバーが柔らかいものになっております。まあ口頭で説明してもですね、まあいまいち皆さんには伝わらないと思いますので、実際に打ってみましょう。では、はい、それではまずドライバーから打ってみようと思います。まず試してみるのはこの、ディスタンス系のボールですね。これをまず打ってみますんで、失敗したらすみませんね。いきます。はい、今のがディスタンス系のボールです。まあ私の場合フェードヒッターなんで少しもともとスピン量が多いんですけど、続きまして今度スピン系のボールいきますね。あー、そうですね、やはりあのディスタンス系の方がコアがあの柔らかい分、実際柔らかく感じますし、実際あのボールがちょっとフェースに乗ってる感じはあのありますね。ですね、まあ一般的にスライサーとかっていうのは、まあスピン量が多い傾向もありますから、ディスタンス系の方が球が潰れてスピン量が減るというのはまあ事実なんですけども、例えばフッカーとかっていうのは余計スピンが少なかったら余計フックしたり、もしくはもともとスピンが少ない人っていうのは球が逆にドロップしたりっていうのがありますから、必ずしも全員が全員それに当てはまるとは限りませんね。はい、それでは今、ディスタンス系と、スピン系のボールをまずドライバー3球ずつ打ってみたんですけども、ちょっと数値を調べてみましょうか。一番重要になってくるのはこのスピン量のところですね。総スピン量、ディスタンス系の方が3球打った平均が3155となってます。で、スピン系の方が3260ですので、やはりディスタンス系の方がやや少なくなる傾向にはありそうです。本来でしたら同じような弾道になればもう少しスピンの差が出ると思うんですけども、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、私が打ったディスタンス系のボールって結構スライス回転右に移動してるんですね。まあそれもあって3球とも右行ってるのに、逆に言ったらスピン量がまあ100ぐらい少ないということは、ディスタンス系のボールの方がスピン量が少ないというのはまあ間違いないと思います。逆に、じゃあ距離なんですけど、距離も本来やったらディスタンス系の方が出るかなというのがまあ予測値なんですけども、3球打った合計がディスタンス系が237ヤード、スピン系が238ヤード、むしろスピン系の方が1ヤード飛んでるんですよね。ただこれもスピン系の方がまっすぐ行ったっていうのが、これがまあ前に伸びたっていうところなんで、まあ、これに関してはおそらくディスタンス系が同じようにまっすぐ行けば、ディスタンス系の方が距離は出てます。ロボットなんかに打たせたら間違いなくこれは予測通りの数値になると思うんですけど、まあ、こう見ると本当に下手やなって思いますね、すいません。はい、続きましてはウェッジのアプローチをしてみようと思います。大体私が50ヤード打つ程度打ちますので、スピン系とディスタンス系でどれぐらい変わるか試してみましょうか。まず試すのがディスタンス系のボールです。では続きましてスピン系のボール打ってみますね。はい、以上で、比較してみました。このウェッジに関してはスピン系のボールの方が柔らかく感じます。というのもスピン系のボールっていうのは先ほど説明したように表面が柔らかい素材できてますので、実際優しいショットっていうのはその表面の柔らかさの方が重視して感じやすくなります。逆に言うとディスタンス系のボールっていうのは表面の部分が硬くなってますので、少しカツカツというイメージになりますね。出だしも少し、ディスタンス系の方が早く球離れするような感じがしますので、なんかスピン系の方が少し球が乗ってるなっていう感じがしますね。まあ正直私は間違いなくスピン系のボールを好んで使ってます。
まあ、50ヤードと言いながら私の場合だいたい60打ってるのがこの辺が私の技術の問題なんですけども、まあ、スピン量は適正に出てますね。まず、青色がディスタンス系なんですけども、ディスタンス系のボールでだいたい総スピン量が4920となってます。3球平均で、逆にスピン系のボールっていうのは平均で、6968と、これはほぼ2000の差が出てますね。で、距離としては、まあ、これはまあ私の技術の問題なんで、この、 50ヤードに関してはそこまで影響はないと思うんですけども、ただ一つだけ言えるのが、やはりディスタンス系のボールの方が打ち出し角が高いんですよね。アプローチに関してディスタンス系のボールっていうのはポンとすぐ出てしまいます。スピン系は少し球が乗りますから低めに出ます。その代わりスピンで止めると。だからディスタンス系のボールっていうのはアプローチに関して言えば高さで止める方がいいです。逆にスピン系のボールっていうのは低く出してスピンで止めるっていうのが、まあ、一般論なので、全体的には少し、ディスタンス系のボールの方が打ち出し角がポンと高く出る傾向にあります。まあよく一般論でアマチュアゴルファーはディスタンス系、まあ、上級者、そうですね、まあ、プロはスピン系と言われますけれども、これはあくまでもヘッドスピードによっても変わりますし、その人の持ち球スピン量っていうのにも大きく変わります。だから結局は自分のスイング数値っていうのを知った上でベストのボールを選べば、それは武器になります。そもそもボールをですね、自分で選べるスポーツってゴルフぐらいだと思うんですよね。だからボールを、最適なボールを選べばそれは武器になりますが、逆に言うと全く逆のボールを選んでしまうと自分にとってデメリットになる可能性もありますので、やはり、まあ、自分の数値っていうのは知っておいた方がいいと思います。